1703年の北アメリカ北東岸の襲撃は、安城戦争中の1703年8月10日から10月6日にかけて起こった一連の襲撃である。アレクサンドル・ルヌフド・ラバリエール・ド・ボーバさんが、フランス植民地軍の500人部隊と、アカディアの安倍ナき同盟、そしてノリジオックの安倍ナ貴族の兵を率いて、 現在のメイン周辺岸部、ウェルズとカスコアンの間に広がる、イングランド人集落を15リーグ以上にわたって、焼き払った。イエズス会の聖職者で、歴史家でもあるシャルルボアは、300人が死傷したと、示唆している。一方で、やはり歴史家のフランシス・パークマンは、戦況と統計から判断すれば、せいぜい死傷者は160人であるとことを唱えている。 1690年代のウィリアム王戦争での構想があったにもかかわらず、18世紀初頭のアカディアとニューイングランドの境界地帯は、依然として英仏両国の領有の争いが続いていた。ヌーベルフランスはアカディアの西の境界をケネベック側と定義した。一方で、フィリップ王戦争でのイングランドとインディアンたちの対立が大引き。 戦争後のカスコ条約で、アベマ貴族は、イングランドの領有を認めつつも、自分たちが、土地の主権者であることを主張し、それは条約にも明記されていた。フランスは、ノリジモック、ペノブスコット、ペノブスコットワン近くのフランス人入植地に、カトリック教会を建て、ウィリアム王戦争中はその教会が攻撃の拠点となっていた。 セントローレンス川とマサチューセッツ湾直轄植民地、ニューヨーク植民地のそれぞれ沿岸部に位置する主要な入植地の間の辺境地帯には、なおインディアン、とりわけアベナキ族と、イロコイ族が主に住んでおり、ハドソン川からシャンプランコに至る地域は、ヨーロッパ人の入植が始まった頃は、入植者とインディアンの戦闘の場でもあった。病気や戦争で、インディアンの人口が減り、 いくらかその脅威が薄らいではいたが、それでも、辺境地帯の集落に対しての、入植者の脅威は根強かった。1703年、ヌーベルフランス総督のフィリップ・ドリゴー・ボードル・イユの命令で、アレクサンドル・ルヌフド・ラバリエール・ド・ボーバさんが、アカディアの安倍ナき同盟と共に、ニューイングランドに対して一連の攻撃を仕掛けた。その歯にはアウェルズからフォルマスにまで及んだ。 現在のメイン州の地図。カブ・ポートランドの近くにサコとウエストブルックが見える。ボーバさんは、ノリッジウォックからの安倍ナき同盟の一派であり、セバスチャン・ラレ神父の指導下にある500人の安倍ナ貴族を率いた。ボードル・イユは、後に、安倍ナ貴族はいつ、総督からの命令があっても、すぐ、イングランド相手に武器を取る準備ができるとラレ神父が、 保証したため、遠征隊に参入させたのだった。アベナ貴族は6つの大隊に分けられた。1703年8月10日、ウェルズ、ポーポイズ・ミサキ、サコ、スカボロー、スパーニク、パープーダックとカスコへの同時襲撃が始まった。8月21日、ルヌフト兵はアウェルズに奇襲をかけ、集落を乗っ取った。奇襲をかけたのは、アベナ貴同盟で39人を殺害。 または、補修し、他の多くを負傷させた。別の安倍なきの大隊は、ポーポイズ岬を襲った。この集落は寒散としていて、武器を持たない漁師が主に住んでいた。翌年の2月にもディアフィールドが襲撃され、安倍なき同盟は、ウェルズとヨークをも襲った。1712年になって、安倍なき族はこの地域にまたも襲撃を仕掛けた。 三つの集落に三度にわたって攻撃を行い二十四人を殺害または捕囚したそのうちの一つがアウェルズだったサコでは安倍亡き同盟が十一人を殺害し二十四人を捕虜にしたサコも千七百四年と千七百五年に再び襲撃を受けた東部メイン州を中心にした沿岸部の安倍亡き同盟所属の居住地安倍亡き同盟は ウィンターハーバーの中東兵を圧倒し、彼らを有無を言わせずに捕虜とした。ウィンターハーバーも、その後また、1707年と1710年とに、襲撃を受けた。1681年にブラックポイントトリデが、できたが、やはりインディアンの襲撃にあって、1690年、ゴロ、スカボロは、廃墟となった。1702年に7人の入植者によって、 集落の再建が始まり、ギャリソン後部の西側、プラウツネックに、取ができたが、平和は長く続かなかった。1703年の8月に、ボーバサインの式元、500人のフランス兵と、インディアン兵が、カスコからウェルズを吸収した。スカボロの取には、当時少人数の部隊しかいなかったが、降伏せよとの要求を彼らは拒否した。フランスとインディアンの同盟軍は、 鳥出を包囲し、鳥出の壁の下に地下道を掘り始めた。タイジョン・ララビーは、幸福という言葉を口にした者は射殺すると言い渡した。敵が地下道を掘り進めているうちに大雨が降り出し、工事が行われていた屋外は水浸しになり、公兵たちは鳥出の放火にさらされた。この結果フランス軍は、もっと簡単な攻略方法を求めて、 砦を去っていった。その後、タイリチャード・ハン・ヌエルと18人の兵がマサクル・ポンドで殺された。この事件は平和協定が結ばれた後に起こったもので、ある。1703年10月6日、ハン・ヌエルと20人ばかりの兵は、丸腰で出かけたところを、マサクル・ポンドの南で待ち伏せしていたインディアンに襲われ、ハン・ヌエルと19人の兵が殺された。 ハンヌエルの遺体は恐ろしく切り刻まれ、破損されていた。上官と部下たちは、同じ場所に埋葬され、その墓は大きな森土で覆われた。この、誰の目にもそれとわかる、偉大なる墓は、かつては地図にも記載されていた。その直後に、ワイヤット中尉と8人の兵がいた砦が、インディアン兵に攻撃され、激しい抵抗の後、彼らは、港の船へと退却した。 アベナキ同盟は砦出を焼いた。ファルマスから見た、カスコアンこの間、半島部のポートランド、スパーウィンクとパープードック、ストラウンドウォーターも含めたフォルマスでは、アベナキ族の戦いが続いていた。スパーウィンクとパープードック、フォルマスではあまり被害はなかったが、ジョルダン一家が主に住んでいたスパーニクでは、アベナキ同盟は22人を補修した。パープードックにある、 スプリングポイントには入植者旧家族が住んでいたが、そのうち25人を安倍亡き同盟が殺し、8人を捕虜として連れ去った。安倍亡き同盟の兵たちは撤退後も半島の辺りを忍び歩き、建物に火をつけて回った。某バ山指揮下の総勢500人にもなる安倍亡き族の軍勢は200隻のカヌーでカスコに到着し、4万人以上の集落を襲った。 彼らはまずスループ船とシャロップ船を奪い、多くの物資を略奪した。その成功に気を良くした安倍なき同盟は、ウィリアム王戦争の時にそうしたように、二日2晩に渡って、砦を海側から破壊しようと企ってた。8月19日、ニューイングランド軍隊のシプリアン・サウザックがのガレン戦で到着し、包囲を説いたが、 アベナ貴族はなおもカスコ周辺をうろつき、物売り船に乗り込んで船長とと3人を殺し、2人を傷つけた。ファルマスにあるカスコの36人の駐屯隊の隊長はジョン・マーチだった。ジョン・マーチは1707年のポート・ロアイアルの戦いを指揮した。9月26日、マサチューセッツ総督のジョセフ・ダドリーが360人の兵を 大規模なインディアン集落の一つであるピグーケットに向かわせた。この集落は現在のメイン州フライズバーグにあった。マーチに引きられた300人のニューイングランド兵はアベナ貴族をピグーケットへと追いやり、マーチは6人を殺して他に6人を捕虜とした。これはこの一連の戦いにおける最初のニューイングランド側の報復だった。 同じ頃、サンプソン族長のもと、アベナ貴族の一派がフォルマスの南を通って、ヨークとバーウィックに進軍した。ヨークでは、アーサー・ブラグドンの家族7人が殺され、また未亡人と娘を捕虜とした。翌1704年のディアフィールド襲撃でも、ヨークはアベナ貴族の攻撃を受けて、入植者が殺された。1712年。 アベナキ族は3度にわたってこの集落を襲い、24人を殺害しまた捕虜とした。アベナキの他の大隊は、バーウィックに移動し、5人のニューイングランド人を待ち伏せして、一人を殺し、一人を負傷させて、他の3人を捕虜とした。その後彼らは、ブラウン大員の指揮下にあった砦を攻撃した。 中東隊はこれに反撃し、アベナ貴族9人を殺して9人を負傷させた。この報復として、インディアンたちは入植者を一人捕まえ、家計柱にくくりつけて生きたまま炙って殺した。サンフランソワ周辺のアベナ貴族これらの一連の襲撃やディアフィールドへの奇襲に対して、13植民地北部の総督たちは、フランス植民地に対して、 行動を起こすことを要請した。マサチューセッツ総督のダドリーは、このように述べている。ケベックとポートロワイアルを破壊して、フランスの海軍の物資をすべて女王陛下のものとし、インディアン戦争に永久に終止符を打つ、ディアフィールドとウェールズの間の境界地帯には2000人以上の警備が置かれた。また、インディアンの逃避への賞金は40ポンドから100ポンドとなった。 ダドリーはすぐに、アカディアへ報復を加えるための軍を組織し、1704年の夏、ベンジャミン・チャーチ率いるニューイングランド軍は、ペタグエ、パサマクオディワン、グランプレ、ピジキ、ボーバサンで襲撃を行った。ノリッジオックへも、ニューイングランドの報復の手が加えられた。1705年の冬の間、ヒルトン大佐の指揮下の275人の兵士がラレオ、逮捕し、 村の者を略奪した。ラレは逃げおせたが、神父が礼拝を司る教会は、ニューイングランド軍によって焼かれた。フランスは、多くのインディアンの家族を、ペノブスコット、ノリジモック、サコ、そして、ペクアケから撤退させ、カナダのサンフランソワに移住させた。彼らは、サンフランソワ・インディアンと呼ばれ、色恋連邦から、 ヌーベルフランスを守るための防御としての役割を果たした。ありがとうございます。